秋花入ってきてるんですけど、今からの季節ケイトウがメインになってきて、ケイトウのホットトピックってこういうちっちゃめでこうトサカケイトウ頭がウニウニってなってる、これもすごい人気で、これは色はいろいろありまして、こういう黄色にローズピンク色に、この色は新色で可愛いです。例えばこの辺りのケイトウもそうですし、これがね、皆さんカゴ入れてくださった全部で8色ぐらいあるから、8パターン。これがまあ赤とオレンジの組み合わせで、まあ、ピンクとの組み合わせとかいろいろあるんですけど、着物系統って言って方がねもっとフワフワっとなってきます。すごい可愛いんで、この辺りはあんまり大きく背丈めちゃくちゃにはならないです。あの系統は結構背が出ます。名前の通りまあ広めがいろいろあって可愛いので、今一番旬ですね系統。こっち側はフラワーハーツ八ヶ岳っていう八ヶ岳の生産者さんで、あの着物系統のこれまた可愛くて、寄せ植えにすると可愛い。これも可愛い。この分が霧島って言って、多分植えてもらった方もいらっしゃると思うんですけど、この花を本当にわーって膨らんで、11月の後半ぐらいまで楽しめます。これも色、葉っぱが赤いのもあったりで、すごく楽しめるんで、ケイトウは今おすすめかなと思います。松永先生作の霧島の秋。5、6品種ぐらいあって、こう色が変わっていくのとか、キメラになってるのとか、今こういう感じで細い穂を上げてますけども、で10月11月ぐらいになってくると、穂ももっとこうブラシみたいに大きくなって、で11月ぐらいが一番綺麗になってくる。草丈も1メーターぐらいになって、うまくいけばこぼれ種で増えたりして広がります。これもちっちゃいタイプのケイト、あんまり背丈大きくならない、ピンク可愛いです。茂るのはここの方がもうちょっと膨らむぐらいだから、でこんだけ枝ついてあるから茂るけど、背丈はあまり出ない。で株はもうこんだけの本数でガバッとなってきます。この辺りの系統も背が低いタイプで可愛い。系統は特にまあこの時期9月の前半は特におすすめで、これとかロマンティカっていう、もう今ね種売ってないんですけど、希少だ、種を取ってる人だけ採取して人だけがこうやって巻いてて、これもめちゃくちゃ可愛いんで、これを使った寄せ植えが、うん、めっちゃ可愛い。で、これ隣にあるのはリピア。リピアでも、なんかいろいろ種類があって、これはメキシカンスイートハーブっていう名前で販売されてるんだけど、で、これの斑入りもあって、この辺が斑入り。アスターとかも秋花になりますね。はい。持ちいいですし、結構長いこと楽しめます。チャイネチコも可愛いですね。花火みたいな感じで。あとはまあ、このトルコキキョウ。トルコもね、秋花の代表なんで、あとこれからはトルコキキョウも可愛いのが出てくる。うん、これシェリーっていう、まあ、ものすごいこれ丈夫でよく咲くタイプの、すごい優秀。どんどん花上がってくるんで。これ秋色系統。寄せ植えにも結構使ってるんですけど、この葉っぱの赤いタイプの系統も素敵です。秋らしい。あと色目がね、やっぱちょっとこう、夏よりちょっとトーンダウンして、やっぱ秋の深みのある色に変わってきてるかなと思います。これ年に3、4回咲くんですよ。だいたい7月の中旬ぐらい咲いて、8月の中下旬に咲いて、9月にまたもう一回いっぱい満開咲くんで、レオクフィラも。これも苗は売ってます。めっちゃ可愛いでしょ。こんな色のポーチュラカも出てるし、こんな色のポーチュラカも出てるし、まあポーチュラカっていうか松葉ボタンやけどね、ピンキーとか、9月の後半ぐらいからこのハイビスカスが綺麗なんです。ほんまに綺麗なのは9月の後半、温度下がってきて、夜温下がってきたら、やっぱりハイビスカスとかめっちゃ綺麗なんです。この時期の金木おすすめは、ジュズサンゴ。これこれ。こうやって植えとくと、種でこぼれて、こういう風に勝手に出てきたり、こっち側もこぼれ種で増えたり。これカスリっていう名前の、斑入りのジュズサンゴ。こっち側はこうやって白い実がなるやつ。白い実のカスリ。あと色がいっぱいいろいろあって、こういう黄色の実のなってるものとか、ちょっとこっち側のタイプは寒さにはちょっと弱いんやけど、桃玉、これも可愛い。7月の前半ぐらいからこういう白い花が咲き出して、だんだん実がついて、それの繰り返しでだいたい12月ぐらい、この関西やったら寒い地域やったらもうちょっと早めにこう傷んでくるけど、やっぱ寒さにはちょっと弱いんやけど、だからね、11月ぐらいに来たら13号が勝手にいっぱい増えて、そこら中で13号畑みたいになって、種がこぼれてすぐ増えてくるんで、そう、その時のお客さんみんな欲しがるけど、その時にはもう売れてなくなっちゃってる。毎年そうなんです。買うなら今。13号はもう今。もうめっちゃおすすめ。甲春カズラ。そうそう、これもう毎年。14、5年前に植えたやつかな。冬は丸坊主になる。寒さで。甲春カズラとも、まあ、金虎ノートも、名前はどちらでも。甲春カズラ、鶴になるのが普通なんで。こっちの苗でもこういう風に。
でどこで今の季節やったら切っても花芽が上がってきます。脇芽の先がみんな花芽なんで、秋色のダリア、これからなんですけど、このダリアコーラルっていう名前のダリアです。カラーリーフでこのレッドフラッシュっていうアルペルナンテラの子、日が短くなったらこうやって花が上がってくる。もう秋の雰囲気出てきて、寄せ植えにはぴったりで、この初恋とかいうナデシコ、これからナデシコ類も秋の雰囲気で可愛いのがたくさん出てきます。これからですけど、こういう襲名菌が増えてきます。葉っぱで楽しむ、まあ春もあったんですけど、カラーリーフで寄せ植えにしたら可愛いの、涼やかで、これからの季節ね、ちょうど重宝されて、こういう芽やったらこういうアルテラなんたらのレッドフラッシュ、これ夏の花っぽいですけど、秋までずっと咲いて、シジギウムのシルバースクリーン、これから花咲いて、シジギウムって結構強いんで、冬の寒さとか暑さも少々いけるんで。これ霧島の色違いね。これが花穂がベージュになってすごい可愛い。ケイトいいですよね。ケイト可愛いですやっぱり。ケイトはあの夏手入れがあんまりいらない。摘まなくていいから。でも花の色がやっぱり可愛いから秋らしい。夏ちょっと傷んでたり色を加えたいなと思われたら、この辺りのケイトをちょっと入れてもらうと一気に秋の雰囲気出るんで、お盆過ぎるとね、朝晩だいぶとマシになってきてるんで、触ってもらえたらいいかなと思います。